こんばんは、くんひろと申します。先日、キングダムハーツ公式ツイッターからこのようなツイートがされました。こんにちは。突然のコメントで驚かれるかもしれませんが、海外で悪質な行為がありましたのでコメントさせていただきます。すでにご存知のファンの方々には不安な思いで待たせてしまいましたが、ご一読よろしくお願いします。アット野村と。野村さんからね、このような画像付きでツイートされたんですけども、これを見て、すごく悲しくなってしまいました。で、まあ、悲しくなっているだけではね、ちょっとあれなんで、僕もキングダムハーツを今投稿していて、少しでも多くの人にこのことを知ってもらいたかったので、この動画を投稿させていただきます。で、この画像の一番上に書いてあることで、キングダムハーツ3がもうすでに出回ってしまっていると。で、これ画像とかネタバレ動画とかだけじゃなくて、いろいろ調べた結果、ソフトがもう流出しているみたいな。そんなことあると思ったんだけど、でもよく考えたら、キングダムハーツ3はもう海外でも発売日が日本と同じと。で、それって、割と早い段階でソフトを完成させて、海外に送るっていうこともしないといけないじゃないですか。で、そこで整理して出荷っていう話になると思うんだけど、調べてみたら、どうやらその段階で盗難などの被害に遭ったそうです。もうこれに関しては本当に、ね、悲しいですよね。せっかく発売日を合わせてくれてさ、それに向けて開発も急いで進めてくれたと思うんですよ。でも完成したって、ね、ツイート前されたんだけど、そこからこういうことがあったって思うとなんかもう。まあでも、状況とかも公式さんが把握しているので、僕たちがね、こう、最低だとか、まあその方々たちに牙を剥くことは、気持ちはすごい、そうだけどさ、行為に出すってことはちょっと違うと思いますし、ね、まあキングダムハーツ風に言うと闇落ちしちゃうじゃないですか なので、まあそういうことはせずに、僕はできる対策を取っていこうかなと思うんですけど、まあおすすめ欄とかに出てしまう可能性もあるじゃないですか。キングダムハーツね、今実況していて、キングダムハーツ関連の動画やっぱり出てくるんですよ。でも僕はそういうのをあんまり見ないようにはしているんですけど、一応パソコンだと右クリックとかで、そういう動画を興味ないっていうボタンが押せるんですよね。そうするとそれ関連の動画が出なくなったりするので、あと履歴か、履歴を消したりすると、割かし出なくなると思います。なので皆さんも、まあそういうふうにおすすめ欄に100%出なくしたい場合は試してみるといいかもしれません。で、僕も今配信してる側としてね、そういった先にも流出してしまっているものに関しては一切共有しないようにしていきます。もう本当に悲しいニュースなんですけど、この画像にも書いてある通り、万が一を想定して最大のネタバレであるエピローグシークレットに関しては後日配信となっておりと書かれているところに、うわ、すごいなと。もうそういうことが起きてしまった場合も想定して作っているんだなっていうところにね、もう、うわ、すげえなって。で、さらに言えば、シークレットがまたあるっていうのがね、ここで明確になったじゃないですか。うわ、嬉しい。そこも嬉しいなっていうのもありますし、まあ、これでね、喜んでしまうのもちょっと違うかもしれないんですけど、裏を返してみれば、もうソフトもしっかりと完成していて、シークレットムービーもちゃんとあるっていうふうに思ったら、なんかハッピーな気持ちにちょっとなれるんじゃないかなって まあでも本当に盗んだやつには言いたいことはたくさんありますね。ちっちゃい頃にね、こんなことするのはいけないよっていう、盗んだりするのはいけないよっていうふうに親からみっちり記憶させられたとは思うんですよ。でも大人になったら心を失っちまったのかなっていうのもあるけどね。ということで、少しね、悲しいニュースにはなってしまいましたが、僕は1月25日の発売日を楽しみにしております。0時からできるのかな？そうしたいな。あ、でも、そうか、自分が終わってなきゃできないんだけどね。そう。まあ、でも、急ぎつつも、ね、急ぎつつも、自分も全力で楽しめるスピードでいきたいと思います。まあ、何度も言うんですけども、悲しさと怒りがやっぱりね、芽生えてしまいます。こういう話になるとね。でもそこはもう、皇室さんが僕たちの思いまで、多分背負ってね、そういう悪いことをしたやつには、しっかりと対応してくれると思うので、僕たちはもう、ゲームを100%、120%、150%、もう200%以上 楽しむ。ね。ちょっとなんか臭いこと言ってるみたいになっちゃうから 動画も締めたいと思います。まあ、今回はこの事件のツイートを一人でも多くの方に知ってほしいと思いましたので、動画を投稿させていただきました。また明日から普通にね、実況していきたい。まあ、今日も上げてるんですけども、プレイしていきたいと思いますんで、また元気なね、動画でお会いしましょう。では、ご視聴いただきありがとうございました。